先代モデルまでは排気量で1600、1800、そして 2200cc とクラス分けされていたシビック、インテグラ、アコードの3台。しかし現行モデルは全て2リッター K20A を搭載中。しかもエアコン装着状態の価格はインテグラ R をトップに3台とも250万円台と、意外にもその差はわずか。これだけボディスタイルが違う3台だけに、走りのフィーリングや味付けも違うはず。 VTEC クラブではこの3台を走りで検証。 K20A 2リッター VTEC、 どれが一番？まずはノーマル状態でのポテンシャルチェックバトル。ちょっと後ろが、もうちょっと動いてほしいところもあるんだけど、まあすごく乗りやすいです。柔らかくて縁石も越えれるし、その辺ちょっと、気持ちよく走りたいと思います。うるさいよあいつら。アコードはちょっとかわいそうかな。タイプ R じゃないもんね。ユーロ R ブッ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 チギリうるさいほぼ横並びの、金額のこの3台、買うのはあなたはならどれ。スタートはかずみちゃんのフラッグ。おっと、鉄血大サービス。お喜びの後ろの2人、スケベです。スタート。アコードはシビック、インテグラに比べ200キロも重いフォードアセダン。1コーナーまでの間でグリッドの差はなくなった。リプレイは後ろのドリドリのインテアール。あれ、シビックとかいいよ。バッチリとスタートを決めたオリダーはそのままハットリアコードの大外を狙う。シビックお兄ちゃんが言ってんだからダメよやばい、ちょっと1周目はブロックさせてもらうよよいしょハットリブロックしろ、ハットリブロック、ブロック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 ライン、ハットリブロックライン。しかしオリドシビックはすでにインに入っている。ハットリ何やってんだよ。ちょっとそこで行くかい。おおおい、なんとウェットの4コーナーでサイドバイサイド。ハットリ踏ん張れ踏ん張れ。高速 S 字では明らかにフットワークの軽いオリドシビックはスピードをそのまま乗せてヘアピンのインを取った。さらにドリドリは立ち上がりでそのインを狙う。畜生行かれちゃうよ。先にトップに出たのはオリドシビック。オリラはここでプッシュをかける。なあ、突っ込みすぎの大オーバー。ああ、オリド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 。ハットリくん、ハットリくん。あれ、曇ってきちゃったよ。曇ってきた。よいしょ、よいしょ。なんか真面目にやってたら抜かれちゃったよ、本当。けどね、まっすぐはねそんな変わんないんだよね。あ、じゃあバイバイ。あ、見えない見えない見えない。クリンビューの塗り忘れか、ドリドリが熱くなっているのか。見えないんですけど、ちょっと。ああ見えない。怖え。ああシビックのあのスピードじゃいけねえよ。電動パーステの恩恵か、シビックの方が立ち上がりの加速がいい感じ。ダメだ、曇っちゃった。エアコン入れる。高速セクションで2台から遅れたハッチャンのアコード。車重の差はここで出る。よいしょ、頑張れ。バトルは残り1ラップ。ウェットの勝負ではインテグラの武器であるブレンボブレーキと幅広タイヤを見せつけられない。アコードはやっぱちょっと辛そうだな。重いから200キロ重いらしい。アコードは同じエンジンでも、シビックとインテグラはほぼ互角ですね。と言いながらオリダードアンダー
いただき。バカだねあいつ。あれ早い。タイトコーナーからの立ち上がりはやっぱりシビックが早い。あれあれ。やっぱね立ち上がりコーナーがちょっとこっちはやられてますね。前が曇ってきちゃったよ。おかしい。あいつ。ここで勝負あり。ノーマルバトルはドリドリのインテアールの勝ち。俺バカじゃなかった。やっぱ盛り上げないと。さあということでね、はい、ノーマルでは、はい、まあ、あのタイムアタックではねシビックがタイプ R が一番速い、はい、でそこと同じぐらいのタイムでインテアール、はい、でアコードの UOR はタイプ R じゃないんでね、うん、ちょっと遅い。ちょっとね一緒に走ってみたらまっすぐ自体そんなに置いてかれないような気がした。うん、こんなに大きくは変わらないですね。ただねやっぱコーナーで重いから200キロの重たさとやっぱ UOR というぐらいだからタイプ R に比べてどうしても柔らかいじゃないですか、うん、だから別にコントロールはすごいしやすいのよ。ずっとアンダーでコントロールはしやすいんだけど速く、もうこういう路面だとやっぱ速くなる。200キロの差はでかいね。でかいですね。ただベースとしてはすごいいいかもしれないと思って、そんな200キロ重たくても離されなかったから。じゃあ今まででもアコードってそうどっちかというとさっき走る車じゃなかったじゃないですかね、うん、まあそうですね。でもこうやってさっき走れるような今回仕様になってて、まあ一番末っ子と次男坊が速かったよね、はい、長男はなかなかさっきとは来ないもんね、うん、さっきとちょっと目覚めましたねアコードも。目覚めた目覚めた。ちょっと見てもいねえくせに逃げちゃったくせに。何、後ろから横後ろからと横からと横から見られてた、だいぶ、というわけで、はい、ノーマルバトルは、はい、やっぱりシビックアルもインテアルも変わらないと。どんどん一緒でしたね。こういうことです。はい。はい、なんだ。はい。あの次のバトルの用意ができましたので、皆さんついてきてください。わかりました。生意気。ついてきます。生意気。ちょっとみたいね。ということでですね、はい、先ほどの3台、はい、の、うん、さっきはノーマルだったんですけど、うん、今回はチューニング版スピリッツの熊倉さんに親父2台も持ってきてもらいました。いや親父って言われるのは嫌だな。ちょっと、ね、はい、親子と違うっつの。そうそうだよ。そんなことどうでもいいけど説明しようよ。親父、はい、いや同じチューンしてきました。あの、はい、同じチューン、うん、改造してる内容は一緒、ただ味付けは全然違います。アコード重いね。1390キロ、200キロ重いです ね, 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 ね、うん、びっくりだ。やっぱその重さはそのまんま。そうですね。だけどあとねミッションも6速だけどファイナルミッションだけどギア比が若干違うんです。アコードはちょっとワイドなの4号。だけどエンジンがちょっと低速向きに振ってあるから、まあ、それでそういうギアの変更してあるみたいな。なるほどね。タイヤサイズはこっちの方が細いんだ、アコードの方がね。じゃあね、ちょっとタイヤ収まんないかなって。だけどサスペンションはこのダブルシボン全部。ここがね一番違うんですよね。このこれがミソだよ。そう。あとはね、あの同じように変えてるけどアライメントとバネレートでこんなに味付けが違うっていうのはちょっと。ドレス混ぜないよ。ああ。そんな違うのやっぱり。違いますね。味付け全然変えてます。だレートもさレイアウトの違いですけどレートかなりこっちは、ね、サルーンっぽく。サルーンっぽく。サルーンっぽく。ってことはだよ。はい。200キロの車重を感じさせないぐらいにインテアあると勝負できると。今日の路面ならいけんじゃないかと。今日の路面ならこの親父。さらにもう1台インテアールとのスペックの差を埋める意味でチューニングを進めたフェイズアコードを持ち込んだ。およそ90キロの軽量化に純正パーツを流用したギア比のクロス化、よりサーキット向けに味付けされたサスペンションとフェンダー加工で24号18インチのタイヤが装着される。ラウンド2チューンドカーバトル。比較的ね今日のコンディションだと乗りやすいんでこのバトル真剣にいきたいと思います。あコードいいね。チューニングカーになったらどうか、これやってみたいと思います。これはねちょっとねアコードユーロ R がちょっとクセモノ、ちょっとこの路面と合わない部分もちょっとあってその辺何が合わないかよく見てください。ただ車としては出来はすごくいいです。今度は横一線のグリッドからスタート。
左ほら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 。一番アウト側は路面が悪く、はっちゃんのフェイザーコードが遅れた。あー、セカンドここが来ない。おお、わおわお、来ないね。これセカンド立ち上がりがね、これ置いてかれちゃうのよ。ノーマルに比べ1速が低く、2速が高くなっているフェイズ号はギアが合わない。あれ、コード速い、コード速くないと思ったわ。やっぱパワーはイッテグラの方が全然あるよ。ここが硬くていけないんだよね、実は怖くて。あ、いいんじゃない。まあ、どれどれ素敵。あれ、なんか近づいてきた。ノーマルとは逆転して、今度は高速区間でアコードが詰める。お、どんなとこにいるの、マジ。なんとインテグラに対してテールトゥーノーズ状態のオリドスピリッツアコード。トリダーはそのまま土屋インテグラのインを伺う。マジマジマジ、一速一速一速。オリダーも一速で応戦。いただき、ごめんね。かろうじてドリドリのスピリッツインテグラがトップをキープ。でもさ、なんでそんな速くなるの、いきなり。ね、いきなりなんでそんな速くなるの。あ、ほど。ちょっと、あ、なあなあなあ。この荒れた路面だとやっぱこのオイルベースが効いてんのかな。ノーマルカーでは3秒近くラップタイムの差があったのに、その差は縮まっている。ねえ、タイプ R なんだからやっぱりさ、負けられないよ、負けられない、絶対負けられない。サスペンションチューンによるポテンシャルアップはアフォードの方があるってことか。よしよしよし、あれ、近づいてきた。マジ速い。ライトチューンのスピリッツアコードに比べて、はっちゃんのフェイザーコードはプラスチューンの分がウェットのエビス西コースに合わないのか、さっきから辛い走りとなっている。おお、後ろが動いてるよ。いやー、いいね、アコード頑張ってるよ。インテグラのインに入っちゃってんだから。オリドアコードに煽られまくりのドリドリ。インテグラタイプ R と自分のメンツにかけても、ここは負けられない。あ、やばとるねこれ。ねえ、ああ、うわ、怖い。ちょっとやっぱピーキーだね、インテグラの方がね。スピリッツの熊倉さんの話では、アコードはセッティングしやすく、マイルドなハンドリングを作りやすく、インテグラはノーマルかレース用でその中間域をうまく出すのに苦労しているとのこと。それがこのウェットバトルで現れているのだ。後ろから様子を見てるんじゃないです。結構頑張ってついていってます。セカンドのね、このギア比がもうちょっと欲しいね。多分インテにはね、遅れを取ってるから、ここでここの立ち上がりはいいんだけど、これパワーがあって、しかし抜けるまでの差はなしといったところか。ドリドリはここで雨の土屋モードに切り替え、アコードを引き離しにかかる。アコード相手にマジでバトルしなきゃいけないんだよ。さあ、バトルは残り1周。はっちゃんのフェイザーコードはタイヤの発熱のおかげか、前半に見られた乗りにくそうな部分が影を潜めた感じで、オリドアコードにプッシュをかける。
ゴード。あー、足がつらいな。ノーマルの方がよく曲がるような気がする、俺は。さあ、降りのプレッシャーをかけてます。あー、寄ってくんだ、寄ってくんだ。当たる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 、本当当たるって。なんとなく少しずつ離してる。ドリドリのインテグラがリードを広げる。しかし、アコードのチューニングによる表現ぶりには正直驚かされた。こんな雨なのにみんな危ないね。ドリドリは鬼神の走りでメンツをキープ。雨の土屋圭一だぞ。バトルはドリドリのスピリッツインテグラの勝利。しかし、アコードの走りが光った。おっしゃ、ちょっといい感じかな。いや、だけどさ、俺はアコードでよくないか、真面目に、うん、インテアール様だよ、うん、ね、たかがユーロアールでしょ、うん、俺真面目にやるとは思わなかったもんだって。いや、結構ね、いけるかなと思ったんですけど、ただそのセカンドのとこうまく、そう、そこはダメですね。ごまかしが効けば、多分ね、うん、2足吹きや、全然2足が吹いてこない。2位いいよ。これはね、N1 仕様なんだけど、遠赤使えない、跳ねちゃって、ちょっとピーキーそうでしたね。ふにゃふにゃふにゃって。だから硬いから足が、あ、やっぱグリップしてるまではいいんだけど、さっといくんだよ。なんていうことで、はい、アコードはあり。あり、ね、こうチューニングしていくと、やっぱアコードの方がポンポンとタイマー上がって面白いかもしれない。面白い、ね、乗ってて意外と面白いもん。 ETR はチューニングのしようがない、ね、これ足はね、まだまだ足触るには絶対アコードだよ。これアコードも、これインテのミッションとかそういうの使えるんですか。使います。エンジンとかも使えるでしょ。はい、そうするとチューニングのメニュー多いですよね。ってことは WEC1 はやっぱいいんだ。いいです、全然いいですね、ね、うん、ベースではそんなにさ、これはもうきちっとできてるから、うん、インテアールは、うん、上がり幅がやっぱ少ないですよ。チューニングしていくと、いろんなこう増えてくんだね、タイムを稼ぐと、うん、面白いと思うな、アコード、ね、アコード、あり、あり。 K20A ニュース。最初の話題は、ついにフルコンチューニングが登場。その効果はどうか、服部リポーターが現地からお届けします。すんげえ音すんね、これも。コンピュータは HKS の F-CON V Pro を使用、点火と燃焼をかなり突き詰めた状態とのこと。俺乗ってる、あの S 帯で乗ってるインテールなんか加速感感じるぐらいいいわこれ。結構ね、変わるねこれ。コンピューターでこれだけなんか上が盛り上がってくるとね、すごい楽。いや、気持ちいいわこれ。タイムをノーマルエンジンのスピリッツ号より 1.5 秒アップ、どちらかというと排気量アップしたぐらいの感じで、下から上前全部使える。特に上、やっぱサーキット走るにはこのぐらいけどパワー感ないと。さっきちょっとノーマルのね、アコードなんだけど、とは全然違うね、いい感じ。続いての話題は、最速チューナーとしておなじみのジュンオートが DC5 に着手ってことで、早速ジュンに行ってみました。目標はなんと LA のままで筑波1分切りとのこと。ゲー、ドイツはすげー。例えば伊集院のシビックとかでも、2秒フラットとか EK でも出てますんでね。その辺やっぱりトルクと、足がうまくマッチングできれば、決して不可能な数字じゃないと思います。サーキット仕様ってことで、まずはボディ補強からチューニング。剛性面においても DC5 の弱点はやはりここ。この大きな穴の影響でフロントサスのアライメント変化が大きい。フロア下に補強は入っているものの、鉄板1枚でフラット化されているフロアも要補強ポイント。そしてリアのメンバー、横には強いが縦方向は弱そう。作業開始。
ボディを固めるということでですね、結局ドライバーへのインフォメーションを早く伝えるという意味でここを硬くするんですけど、で特に DC5 っていう車に関してはフロントは結構ダルの性格なものですから、それをやはりシャープにドライバーにいかに早く伝えるかということで、ドライバーもレスポンスとして感じることができるし、その分逆に柔らかい場合ですか、逆に柔らかい場合なんかどうしてもハードのスプリングをつけていかなきゃいけない方向になってるんですけど、その分やっぱりボディがたわんで畳み終わってからこうドライバーに伝わるという感じになるんですね。だから結局そこでのこうタイムラグっていうのも出ますので、それを嫌うっていう形で今回はフロントを中心にですねかなりハードになっています。補強の仕上げはウレタン補強、サイドシールだけでなくサイドフレームにも注入、まさにフル補強といえる内容だ。ボディ補強完成。シェイクダウンはですね10月終わりぐらいを一つの目標で、まあちょうどタイムも 出やすい時期になってくると思うので、そのぐらいにまあ転がしてですね最初のシェイクダウンを出せれば、そこからまあ何をしなきゃいけない、これをしなきゃいけないというのは絶対出てくるんですから、それに向かってやっていきたいと思いますけど、準 DC5 の勇姿は次号ボリューム2でお届けします。以上 K20A ニュースでした。車がカメラとレーダーで前方を把握し、車線と車間をコントロール、さらに前車の急ブレーキなどで追突の危険を予測するとシートベルトが動き、車が自動的にブレーキをかけドライバーに警告、万一の場合でもその被害を軽減、まずはインスパイアから。はーい、プレゼントコーナーだ。ブーイ、今回お披露目されたドリドリの NSX が撮影の時に履いていたタイヤとホイールをドリドリ本人から1名様にプレゼント。5次元からはなんとマフラーをドドーンとプレゼント。でスプーンからはこちら S2000 ユーロ R、どちらか1台、この軽いチタンマフラーをプレゼント。さらにアミューズからも豪華に新作マフラーをプレゼント。ARC からは高性能クーラントとご覧の商品のセットを3名様に。さらに S2000 用チタンフードパネルと遮熱板をセットで1名様に。バルボリンからはエンジンオイルと T シャツ、ホイールクリーナーをセットにして3名様に。クラップネットワークからはかずみちゃんの最新 DVD を直筆サイン入りで5名様にプレゼント。おはがき待ってる。ブーイ。